はいどうも皆さんこんばんは、リアルです。さてやってまいりました、コールオブデューティーモダンウォーフェアリマスタードというわけで、コールオブデューティー4のリマスター版です。まあ、リマスターっていうのは綺麗になったって感じですね。まあかつてはプレイステーション3とか Xbox 360の時に2007年ぐらいに出たゲームなんですけどね。まあさ、確か2007年で下に書いてあるわ、下に書いてありますね、下にほら丸 C の横に書いてあるわ。でもね、やっぱね、当時はやっぱこう、なんか当時は綺麗だと思ってても、今、こう PS4 とかの画質になれちゃうと、やっぱ汚く見えるんですよね。なんかボケてるな、みたいな。なんかボケてるし、ここ汚くね、みたいな。でも、今回のこのリマスタードは、ちゃんと PS4 の画質に合ったように高画質化されてるんですよ。いやー、楽しみ。というわけで、Call of Duty Modern Warfare Remastered のキャンペーンモードでですね、がね、30日。先行プレイが可能になりましたので、やっていきたいと思います。まあ、マルチとかはね、まだできないんですけどもね。まあ、マルチは、30日後の、コールオブデューティーインフィニットオーフェアの発売を待ってからということになりますね。というわけで、キャンペーンだけ先行でプレイできるんで、やっていきたいと思います。まあ、COD4 もね、結構昔のゲームなんでね、COD4 知ってるよって方もね、知らないよって方もね、知ってるよって方は知って、知ってる方も知らない方もよかったらよろしくお願いします。まあ、ボタン配置はタクティカルっていうね、私のいつも使ってるやつですね。感度は何が最高なの？感度20まであるのか。今12なんですけど、俺が。BO3 は。じゃあ、12にしてみましょうか。ちょっと12にしてみよう。まあ、こんな感じですね。音はまあ、多分大丈夫だと思うけど。よし、とりあえずやっていこう。よろしくお願いします。ニューゲーム。え？あー、オートセーブね。はいはいはい。うわ、懐かしい。ちょっと音でかいかもしんない。ごめんなさい。Good news first. The world's in great shape. We've got a civil war in Russia. Government loyalists against ultra-nationalist rebels. And 15,000 nukes at stake. Just another day at the office. Khaled Al-Assad. Currently the second most powerful man in the Middle East. Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there.Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today. Fresh out of selection. His name's Soap. 来ましたね、ソープが。いやー、懐かしい。 Good to see you, mate. おー、ギャズ、久しぶりだな。新入り。綺麗ね。うわ、綺麗になってんな、確かに。ちょっと待って、ごめん。音もっと下げるわ。音もっと下げるわ。ちょっとうるさかったわ、ごめん。こんなもんかな。うるさいとかなんか小さいとかあったら皆さんの方でちょっとだけ微調整よろしくお願いします。確かに綺麗。わー、感度ちょっと、あ、ダメだ、感度めっちゃ高い。12じゃ高いわ。10でどう？あ、10ぐらいがちょうどいいかな。うん、ギャズ久しぶりだな。お前そんな顔綺麗だったっけ。よし、やっていこうか。なんかギャズって言うと G36C を持ってるイメージがあるけどね。いやー、懐かしいな。 36K かなこれ。まあいいや、さっきのなんかグロック、GK を持ってるな、ヘッケラのコッコの持ってるイメージだね。あ、ありね、ジーロさんの よりは分かるな、一番レーンに入ってライフルで狙い。懐かしいね。この今はなきこれですよ、あのミッションモード。昔の COD はね、あったんですよね、最初。こういうミッション。あ、一番レーンで、ここが。よいしょ。感度が高い。Aim your rifle downrange. Now, shoot each target while aiming down the sights. Now I'm going to block the targets with a sheet of plywood. 今度ベニヤ板が、あー、なるほどね、貫通か。 Bullets will penetrate thin, weak materials like wood, plaster, and sheet metal. I want you to shoot the targets through the wood. Good. 了解。 Now I'm going to make the targets pop up one at a time. 了解。 Hit all of them as fast as you can. できるだけ素早く全て命中させろ。はい。はい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 よ、よいしょ、はい、ほら、やるじゃないか。銃器保管所でサイダーもらってこい。よし、ハンドガンだな。あ、懐かしのスイカさん。いやー、懐かしいな。俺も当時や、なんか。あなたは日本の方？いや、中国の方かな。まあいいや。あ、これは USP ですね。切り替えはこれね。なんか感度がやっぱ合わないな。なんだろう、下げてみる。ちょっとごめんなさいね、こんなこと後でやれって感じです。下げてみる。若干早い気がする。
わかった、俺 COD じゃん。最近なんかデスティニーやってたからだな。うん、多分デスティニーやったから多分10ぐらいでいいと思うわ。ちょっとデスティニーってあの感度が低いんですよね、若干 COD よりは。だから多分それに慣れてない。わお、え、こんなシーンあったっけ。あ、目標マーカーは下に表記される、これだね。よいしょよいしょ。ほら、ウジ虫ども、ウジ虫ども、ネタがわかるかな。軍曹、軍曹、あれ軍曹いないの。はい、あ、グレネードね。あ、跳ね返ってきた。ちょっと上だな。あれ、フラグレネなし、回収してきます。あ、回収できた。ほい、俺グレネ投げ生得意じゃないんですよね。あの BO3 からもそうなんですよ。うわ、グレポンだ、俺の嫌いなやつ。 COD シリーズ。グレネードランチャーは左、対応。1番の壁、1番どれ。あ、1番これか。危なくね。はい、ドン。え、見ての通り爆破しない。ああ、そういうことね。跳ね返るってことね。あの、そういうことを言いたかったのか。5、6、7番には入れろ。5。ああ。5。6。7。OK。こっちに来て、C4 を取れ。C4 ね。はい、C4 を装備しろ、ソープ。はいよ。で、ついてこい。はい、はい、はい、俺の別れた神さんが親切なことにお前の教材用の車を寄付し、ああ、おこれ奥さんの車なのか。設置。安全な場所まで探して。ファインドだいぶ上達したな。いや、俺設置して爆破させたけど。お、試験合格やったぜ。ありがとう。カメラあるな。まあいいや。次はどこだい？いろんなやつがあるんだよね。あれ？ちょっと待って。オプションで訓練コースクリアっていうのがあって、本当なら、プライスタイのとこに行ってもいいんですけど、ちょっとこういうのもね、やっていこう。かっこいい。ここは？おや、ソープちゃんも一緒に遊びたいらしい。マック、マックさんどこ？セレシロ、はい。ゴー。しゃがむ。まっす。そこから飛び越え。はい。ワンツー、ワンツー、ワンツー。しゃがむ、伏せ打ち、長、よし。前進だ。老人が這い寄ってるようにしか見えん。マジか。はい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 。ムーブムーブムーブ。はい、ムーブムーブ。はいはいはい、ゴールゴールゴール。おお、ソープ、プライス隊が第一ハンガーのお待ちかねだ。合格してるからさっさと行け。おお、やったぜ。一発合格。あ、これで多分あれかな。あ、オプションコース終わったわ。ということで、プライス隊、一番ハンガーって書いてあるのがここだね。いや、ついにプライス隊とご対面でございます。うおぉ、懐かしいな。 It's the FNG, sir. こいつが例の CB です。お手柔らかに。今日はこの連隊での初日です。 Right. そうか、ソープとは蹴ったりながら、どうやってお前のような奴が選ばれた。ソープ、お前が近接戦闘テストを受ける番だ。残りの連中は見学してくれ。このテストでは貨物船内1人で60秒以内に突破してもらう。我が隊の現在の記録はギャズの19秒だ。グッドラック。あっちの橋を登れ。なんか若干、なんか俺がやった時はなんだっけ、 あれは有志の日本語かもっと入れてやったからか。ソープとは妙な、なんだっけ、ソープとは変な名前だなみたいなこと言われたから。まあ、そこら辺は大体同じような意味だからね。ギャズ19秒か。ギャズ超えてえな、ここは19秒。ちょ、何回でもやって、ちょっと19秒超えたい、できれば。
ちょっとね、まあとりあえず1回は1回目見せます。1回目見せて2回目以降は俺が頑張ってギャズを超えます。ギャズ超えるまで俺はやめません。マジで19秒でしょ。まあいけんじゃないの。俺だって BO3 プレステージマスター MP5 and 4 flashbangs MP5 か。じゃあ MP5 か。できればハンドガンの方がいいね。切り替えが早いから。Then hit position 3 and 4, following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. 準備ができたロープを掴め。よし、レッツゴー！ Go, 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 go! Hit the targets! はい。Position 2, go! Position 2, どこ？え、どこ？あ、こっちね。ごめん、ごめん。間違えた、間違えた。Hit the targets! 完全にもうダメだな、これ。Flashbang through the door! フラッシュバン。Position 4! はいよ。Position 5! Go! Position 5? 5どこ？こっち？ Hit the target! やばい、ターゲット。6! Go! リロード。Flashbang through the door! フラッシュバン。Hit the target! Final position! Go! 最終地点、はい。37! 遅い！やるわ、もう一やる。これはちょっとね、まだちょっと手順が分かってなかったわ。もうちょっと待って。俺ね、多分いけるから。19秒超えるわ。フラッシュバン補充。はいはいはい、いくぞ。はい、ゴー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 。はい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 、ポジション2、ポジション2。ヒットターゲット。Flashbang through the door. Position 4. はいはい、はい、Hit the targets. Position 5. Go. Hit the targets. 6. Go. Flashbang through the door. Hit the targets. 19秒超えたんじゃない？あー、19秒超えてない。え？18秒だ。よっしゃ。わかったね、新記録だ。そう、やるじゃないか。いやいやいや、そんなそんな。やったぜ。まあやり方さえ知ってればこんなもんよ。はい、というわけで。まあ一応クリアしたのでやっていきたいと思います。諸君、貨物船ミッションを実行する。準備しとけ。何、ゼロフタ丸々だっけ。丸フタ丸々か。丸フタ丸々に出発だ。2時出発ですね、深夜の。もちろんベテランですよね。もはや生存不可能。何回かベテランでクリアしてるんでね、俺も。余裕ではないけど頑張ります。ここからオープニングですね。ここはイギリスですね。装備いるとこ。イギリスからどこ？あ、貨物船か。あ、オープニングこの後だ。ごめん、間違えた。これ終わったらオープニング。貨物船に乗ってる荷物がちょっとヤバそうなもんだということが分かった。それを確保しに行く。 SAS っていうのはイギリスの特殊部隊ですね。あのスワットみたいな感じで。綺麗だね。あ、懐かしいな。10秒。無線チェック。安全な通信路を確保する。Lock and load. Lock and load. Go, go, go. Go, go, go. 本当使用理法大好きなんですよね、キャンペーン。ちょっと感度遅い気がする。ちょっと待って、またかよって感じだけど、ちょっと待ってね。11とかにしてみようかな。オラプライスターについてきます。俺ほんと COD4 のキャンペーンはね、大好きでね、何度も何度もやってるんですよ。動画クリア。いい目見る。ごめん、感度高い。やめろ、ちょっと待ってくれ。パッケージ確保。いくぞー。準備 OK です。3回しろ。3メートル間隔だ。
味方に2人。ごめん、どこ、あーあれか、どうした、やばい、最近デスにやったからボタン配置の違いに戸惑う。敵の姿が見える。あ、いるね。ハンマーは燃料切れで離脱する。ビッグバードを到着予定。開始は10分、まあ、ヘリが燃料切れで帰る。代わりにヘリが到着するから待ってって。あと10分後。接近戦ではこいつがいい。俺もショットガン欲しいな。近くに注意しろ。6秒回ベテランは結構やばいからね、真面目に。本当に綺麗になってんな、マジで。なんだこれ、 COD4 がゴーストレベルのあのグラスまでには上がってるね。右に動き？いる。すいません、ベテランを戸惑っ、侮ってた侮ってたわ。ちょっと待って、ベテラン侮ってたわ。ベテランってこんな難しかったっけ。ベテランはこういう感じのゲームだからね。はい、クリア。まだいる？いるね。了解、敵を排除、クリア。ベテランでもちろんやっていきますよ。あ、AK あるけど、サプレッサーがついてないから、俺は取らない。まあ、後で嫌でも使えるしね、AK47 は。スタンバイ、合図を待って。スタンバイ。フラッシュバン。はい、ゴー。俺がリーダーみたいになってるけど、俺リーダーじゃないから。ララ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 。待って、今だ、撃て。撃て撃て撃て。あ、ごめん、味方撃っちゃった。あ、インテルあるね、これ。これ、収集物。昔これ全部集めた記憶あるな。俺が初めて COD やったときはパソコン版だったんですけど、まあ、その後ね、ベテランでクリアした後に、Xbox360 でもやってるんですよね、一回。で、それでコントローラーでも一応ベテラン攻略してるんで、まあ大丈夫かなという感じですけど。まあ、それも言うてもう10年近く前なんでね、2007年発売でしょ、もう8年前とか9年前ですからね。発売当初にやったのは PC 版で、そこから1年後ぐらいのベストプライス版みたいなんで Xbox360 だったんで、多分8年前ぐらい。やっぱり左クリア、いけ、よし、了解。右に動きあり。俺たら俺何もやんなくてもいいんじゃない、これ。揺れるな、これ船が揺れてるからすげえ当てにくい。スライディングができないからちょっと戸惑うな、 BO3 としては。ムーブムーブ、右クリア。マックなんたらがある。いるいるいる。ゴー。大丈夫？いるじゃんいるじゃん、前前前前。やばい、ちょ大丈夫？グレーン投げる？あの上にもいる。敵多いな。やばい、2発で多分死亡なんですよね、ベテランって。まあ、遠距離なら3発まで耐えれると思うんだけど、やばい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 。そこ、やばい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 。
オッケー。インテルってここ一つ？あ、二つあるな。どっかにあるな、多分。大丈夫？おお、敵排除。ナイス。インテルどこにあるんだ？強い反応を示しています。ここか。これを見てください。核？うん、アラビア語。時間がないぞ、ブラボー6。日記の未確認か積極的に回収できるものって。あー、やべえな。インテルどこ？インテルどこ？インテルどこ？あ、ソープ。あ、ごめん。俺だった。ごめん。俺ソープだった。ごめん。取った。はい、行こう行こう行こう。あ、帰ろう帰ろう帰ろう。もういいや。インテルはどうせ後で集めればいいから。ただだ、ベテランで集める必要もないし、ね。ヘリが、あ、敵航空機接近中。おーおお。懐かしいな、この、これも。立つんだ、脱出するぞ。確かにみんな顔が綺麗になってる。プライスタインのヒゲってなんか昔なんかあれだったもんな。おもちゃみたいになったもんね。確かにすげえ綺麗になってる。あー、おお、この演出懐かしいな。ちょっと胸熱っていうか激熱ですよね。ほんとこれ好きだったね、シオリーボールキャンペーン。でも最近のシオリーのキャンペーンなんかね、よくわかんないんで、なんかいろいろとなんかいまいちなんか理解ができない。あの、面白くないっていうことは言ってないんですけど、なんか理解するのに時間がかかる。なんか近未来の技術とか、なんか謎のなんか組織みたいなのがいっぱい出てきて、いまいちなんかこの理解するのに時間かかるんですよね。COD4 はまあ現実にあるなんかああいうこういう関係なんだ。さあ、行くぞ、ここ激アツ、ここ激アツよ、ここ激アツよ、みんな一目。うわ、激アツ。結局インテル行く見つからなかったな。まあいいや。インフィニットワールドプレゼンツコールオブデューティーモダンウォーフェアリマスタード。マイク入ってるよね。今更かいって感じ。これオープニングですね。プレシデントアル、あー、なんだっけ、大統領か。アルナンタル大統領、カレド・アル・アサド。なんか革命みたいなのが起こってるみたいな。ケナユニットっていうのを今思い出しました。違うんだけどね、まあ、あー、痛い。懐かしいな、右のやつ。めっちゃ綺麗になってる。
が下りやさ、携帯が古い。あれスマホじゃないんすか、 iPhone7 じゃないんすか、あれ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  iPhone7、 俺 iPhone7 持ってますけど、あれあなたは、あれスマホじゃないんすか、あやっぱ革命みたいなのが起きてるね。多分そのだから今自分でこう動かしてるのが大統領で、まあ革命が起こってるみたいな、この国では。ああ。ひどい。我々は奴隷ではない。あれまさか、まさかあれはまさかあれはヘビ様。やりすぎやりすぎ。女子供ぐらい助けてやろうぜ。みんな AK 持ってるな、みんな AK。 前の人は違うけど、前のこのハゲてる。あの私の友達にハゲてる芹沢さんって人がいるんですけど、多分その人も可能性がありますね。前の人は懐かしいな。俺これゴーストで、俺こいつのスキンマルチで使ってた一時期。あとなんだっけこいつと、あともう一個はなんだっけ、あれあれあいつ殺せロシア人の人なんだっけ、あの人あの人とこの人のスキンも俺使ってたね昔。まあ、ゴーストのマルチで使ってました。あれアルハサドってあんなになんかスラッとしてたっけ、スリムだっけ、こんなに綺麗になってる。一丁前にデザートイーグルとか使いやがって。キャプテンプライス、アルハサド just executed prisoner Al Falani on national television。The Americans have plans for Al-Assad, and it's too late to do anything for Al-Falani. But in less than 3 hours, codename Nikolai will be executed. Nikolai, sir. Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. Nikolai, the spy who rescued Nikolai. Intel on the cargo ship operation. Nikolai, what kind of face is that? Nikolai's in hell right now. We're going to walk him out.We take care of our friends. Let's move. ロシアです。今度の舞台は。はい、ロシアまで来ましたけども、本日は、
パート1ここら辺までにしておきたいと思います。次回ここから始めたいと思いますのでよろしくお願いします。また次回、まあ明日か明後日ぐらいにはね、パート2上げれると思いますのでお待ちくださいませ。というわけでまた次回の、コールオブデューティーモダンウォーフェアリマスターでお会いしましょう。お疲れ様でした。よかったらチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。おっつ That's a kill.